こんにちは、片石友がお送りするまったりマインクラフト。撮影日は10月16日20時22分わきよったか、バカなやつで聞いていないようで、なんだ黒い羊毛なんて何であった、くれ、避けた、やりやがる。ザコビスイッスイッ、あ、やった、弓ゲット。心の下暗いから湧いちゃうんだね。あれ出ないな。ここなら上からつけられるっちゃつけられるんだけどさ、ここなら、ね、前回それやろうとして落ちたからさ、シフトをしてるつもりは押してなかった。よし、いや上からつけよう。水をまいたところで凍っちゃうから、ガラスの上は行かないのね、これ。よいしょ。行くよね。あれも入るとこ伸びてくるね。よいしょ、お味噌許されね。お、この周りもジャック埋めようか。あ、いや、ある。さすが。下にあると思って安心しちゃダメ。ほら、あ、怖い、あ、あぶねあぶねあぶね、体力全開なら死ねないと、うん、よっ、いや怖い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 。ハーフに吊るって引っかかるかな。やってみよう、やってみよう。ついでにちょっと皮がまあまあ集まってきた。あれは詰まったというのだろうか。あ、やっぱ逃げてた。一体
スイカジャック。危ない。左目が痛い。でね、ツイッターでもつぶやいてたと思うんだけど、もしかしたらジンマシンかもしんない。今は大丈夫なんだけど、動画の方は大丈夫。なんでか分かんないけど、仕事終わりに家帰ってくるとジンマシンが出るんだよ。で、寝て起きると治るみたいな。調べたらね、ネットで検索してみたんですけど、もしかしたらストレスによるものかもしれないし、まあアレルギーはないと思ってね、食べ物。ないとも言い切れない、ちゃい切れない部分があるんで、だとしても仕事終わりにここ最近まるっきり同じものを食べてるかといったらそうでもないし、はあ、あそこの下取りかな、こちら。死んじゃう。汗とかに反応してそれでジンマシンになるかもしれないし、まあ、そういう非アレルギーでジンマシンが出てる場合はね、血行が良くなるとジンマシンが出る感じみたいですね。お風呂入って寝てある程度血圧が下がるんだ。血圧じゃない、血行は、まあ落ちる的な。まあ痒くてどうしようもない時は患部を冷やすといいですよって書いてあったけど、ちょっと待って、狭くないかい。もう一列だ。Yes. ここどうしようか。この隙間も雪で植えていこうか。18個。で、あ、いいね。口なんだけど、模様にも見えるしね。で、なおかつ、こういうところに、はわせというか、
ホームフェンス置かないとな。まあ、いっか。おやすみなさい。パチッ。おはようございます。さあ。あと、湿気。そしたらね、本棚をと思ったんだけど、木材がないから。入ってる。さあ、どのドアをつけよう。エンチャントルームのドア。図書館っぽく、ダークオーク。そして雪をいただいて、全体的に雪で覆っていくような感じにした。からね、あげる。もちろんガラスも作っていくよ。ガラスと雪で覆っていこうと。よっと。よっと。ほっ。ダークオーク。このジャックさんの上には本棚を置くので、まあ、問題はないか。さほどね。問題はその柱部分をどうしようかっていうところだね。柱どうしようか。雪にしちゃってもいいかな。緑合うね。隙間気になるな。今度その隙間が気になってきちゃう。ここをやって植えていく。柱はそのままにして、あっぶね。こうやっぱ隙間は気になるから、やっぱ気になった。より雲らしくしていこう。この赤いのは、魔法陣的なそういう役割を果していると。柱ジャックランタンを置くっていう。あ、なんかいい感じなんだこれ。あんまりしない方がいいな。これこうやった方が綺麗じゃないの。でも置いた方がいいか。とりあえずサンドイッチ状態にして、これでね、この赤いやつの下に、一番下に置いた土台部分とこの上のこのやつとが同じマス目になったと。ほらサンドイッチ状態、パンパン、ハンバーグみたいな。今でいいや。やっぱ雲を目指していきたいよね。前いじりたくないな。他の素材使って雲、他の素材は使わないで雪だけでいこう。雪オンリー、雪とガラスオンリー。よいしょ。よし。
とりあえずあそこを2段分囲います。でかぼちゃを追加で持ってきて1個ね、図書委員が必要だから。あれ、あ、いたいたいた一周回ってきちゃった。結果2周したわ。よいしょ。雲の上に大きい木、あ、カシアで建てるとこってあったっけ。誰か言ってたんじゃん、カシアで建てたいなとか忘れちゃった。あれ黒いな、なんか黒ずんでんだ。雨雲かな。あれ、はい、ありがとう。だけでしょです。いや違う、こっち雪にあれやったらどうなんだろう。コップたぶんなんでかこのシャベルが壊れるまでやって、るんじゃない。作業台も置いときたいな。テーブルも置いときたい。テーブルじゃねえ。作業台とあれも欲しいな。アイテムチェスト。作れないんだ。超いいよ。うん。大事なジャングルの素材を使って。入れといて、これ作ろう、随時。よっと。オーケー。Oh, yeah. あんま外っかに松明置きたくないんだけど。雲に雪じゃねえ。雲に松明が刺さってるっていう。不思議な状態。よっと。召喚用のスペースなんだ。ここ以外でやるとね、大変なことになっちゃうから。はい、召喚完了。さらばだ。あぶね。みたいなの売ってたんで、コンビニに。
これ充電しながらやれるからいいなと思って、使えるからいいなと思って買ってきたんだけど充電されないんだよ、ほとんど残念なこと、ほぼほぼ充電されない、結局新しいのを使う的な羽目になった。よし寝よう。バシッ、おはようございます。叩き起こされた、叩き起こされた。よいしょ、なんか今日は割と遠くまで映るね。この間そこからこれ映らなかったんだけど、調子がいいと見ていいだろう。まあ調子がいいと、それはそれで怖いんだけど。ほら、うなりでした。PC か。とりあえず今度からね、エラーが起きたら、喋るのをやめて、なんか回復するのを待つんじゃなくて、だね。一旦撮影止めてやった方が良さげだね。今更ながら。作業台を置いとこう。さてサンダー上がったぞ、もう一度上がろう。さすがさすが来てないつあれそうだよな、絶対やるな、生きてんのか、かろうじて死んだかと思った。しかもよくあそこに留まった。さてこの辺一旦赤用も置いて、その上に置くような感じか。用もじゃなくてもいいような気がするな。それこそアカシアとかでもいいような気もする。まいったな。まいった。
トストーンはもう使えないだろう。何にしようかな。砂。砂岩。あと一個。あと一個でハーフになって、ハーフからの何かやればうまいことできたんじゃないか。参ったな。氷を作っていく。悪くないけど、ちょっと厳しいね、それは。かまど、あえてかまどをそういうとこに組み込む。葉っぱでいいや。葉っぱあるでしょ。葉っぱでいいやね。できるだけ木材とかを使わずにね。ツタがね伸びてるから、そこに葉っぱを置くことによってだいぶいい感じになるじゃないかなと思うよ。悪くない。葉っぱには松明は置けないか。まあいいでしょう。まだかつてない建築をしている。よいしょ。ゆっくり置いてね。いや、これめんどくさいな。降りろバカタレが。クソやっちまった。使用上の注意を呼び、用法用量を守って正しくお使いください。はい。小麦粉は残る梅にあるんだ。その梅は変えられない。
はい、ラス1、ラス1、スルート見つけたようだ、こいつやるね。あ、違う違う違う、はい、OK。 したらここをこうしていく。またね、下のと同じような感じにして似たような作りになるのかな、あれとね。でもちょっとだけ違うのかな。うん、お、いい感じにアクセントになってるね。はい、おやすみなさい。おはようございます。まあ使えそうなんてもないからね。これでちゃんと雪をもらっていこう。上に置いたんだけどさ、上にいるにはいるんだけど、あそこへ通ろうとすると下手したり足元をね貫いてしまう可能性がある。よし、すげえ囲まれてんだけど大丈夫、何見てんだよって。毎回毎回タタで雪持っていけばそれでいいと思ってんだから、って絡まれて絡まれた。オープン。よいしょ。はいっと。こっから内側にちょっとずつ入っていく感じかな。こうやってね。角はああいう風な感じで。一つ欠けた状態で作っていこうかと。欠けてないな。どうやって欠けさせた、あそこ。あそこどうやって欠けさせた。欠けない。欠けないな。ごめん、欠けなかった。欠けなかった。角欠けなかった。こんなような感じで。どう。ドーム、あれの究極バージョンをやってやる。完成バージョン。はい、よこせ。2回壊れたぞ2回壊れたぞ。喋るか。この喋りが壊れるまで撮る。ケイケイ、お前がどこがそっちにいるかキロが取れるって残念だったね。ほっほっほっ、はい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 、クソ、はい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 、多いな、さすがに多いな。まだ来るか。呪いの人が来たぞ。はい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 、ゲイ、もう完成させてやる。あれ、橋を上げてない。よいしょ。早くね、雪で囲ってあげないと。これ雨降っちゃったらかわいそうだから。雲より高いんじゃないかっていう疑惑はあるだから大丈夫なんじゃないかっていうのはあるけど、しゃべれない。しまった、一個無駄にしちゃって。まあ大丈夫でしょう。究極
ックのドーム、そのてっぺんにあのジャックオランタンを一個中央にパーツンと置くんです。そう、キノコハウス、あの家のてっぺんに作ったあのキノコのお家、あれのアルビノです。白いから白いアルビノになるんです。突然変、さらに巨大化。まああれよりもいい感じではあるけど、いい感じってなんだ、あれがいい感じじゃないみたいじゃないか。バカ。何？デレン。デレン。あ、いや、ここでいいんだ。デレン。もう一個必要だったか。あそこのチャンスの中に入れてきた。ここに来て必要になると思う。デレン。はい。はい。エンチャントクラウン。エンチャントの雲。かっこいいでしょ。フライナー。もうちょっとだけお付き合いください。ここは中心だから、いや待ってくれ。1234512345。奥行きがでかいな。おかしいな、おかしいな、おかしいな。ここ一列と思った、ここ通路一列と思った、おかしいな。中心ずれてんだって。今あそこで気づくべきだった。遅かった、気づく。まあいいや、まあいいさ。ちょっとぐらいいびつな、暗いな、全然照らされないぞ。はい、あ、窓開けてねえや。窓を開けていくよ、今後。やろう。やろう、ガラス持ってた。やろう。すぐ終わるから。やっぱね、松明とかじゃダメ。中心が出た。プロッタだろう。一瞬で、瞬時に判断した。あばいだ。ここだよね。にしても暗いな。白を使ってるね。こんなに白を使ってるね。暗い。どういうこと？大雪の玉みたいにできないから、大雪玉みたいな。でっかいボールみたいな。もう急に明るくなったね。ここもいけるね。あ、集まり出した。脱出ルートはここだっていう案内に集まり出した。高さでだったらお前らに脱出することなんてないんだ。
あるのは死ぬルートだけだぞ。行きたければ行け、その回死ぬぞ。よし、へへ。まあこれ最近50分まで行ってるのにいきなり30分出るも、それは寂しいもんね。さあ寂しいよね。あ、F 押してた。通りで。あ。F 押してたせいでこんなことになった。ただあの、あれはね、いずれシルクたちを手に入れたときに、クソ、あの一個あれ、さっきからあと一個っていう場面が多すぎる。あれはね、後々にシルクたちを手に入れたら最初に壊すことになるガラスですよ。覚えていてください。あのガラスのこと。いずれ取ることになる。エンチャントルームでシルクたちを手に入れたその時。おやすみなさい。バシッ、あっ、バシッ、来なかった。エンチャントルームで。初めて。初めての仕事なんでプロがいたやられた。二人脱走したのか。やるな。ただあのガラスがないから、あれはね、シルクたちを手に入れた時に初めてあそこのエンチャントルームというもの完成するのではないでしょうか。ね、そんなに嫌だ、そんなに嫌だ。はい、エンチャントルーム完成。本当はここもここもガラスにしたかったんだけど、まあ課題ですね。次回の宿題、ガラスを持ってきてここを植えるというのは次回の宿題となっております。まあガラスはね、お使いハウス行けばいっぱいあるんで、なぜかしら、なぜかしら凄まじい色のガラスがいっぱいあるんで、あっちを、うん、あの2箇所をガラスにすることによってだいぶ明るくなるし、ちゃんと段差を残しておくことによってね、雲らしさを失わずに済むと、なかなか面白い建築物になったのではないでしょうか。この2個は永遠に残るね、今日。今日はあれだね、1と2に取り憑かれてるね。お、ここは脱走兵いない。まあ殺風景ですこと。 OK、 じゃあこの手前か。ここは何も起きません。本当はね、ここ通路で、白い部分を全部通路として使おうと思ったんで、ここも狭いな。あれおかしいな。まあいいや。あそこに、だから、チェスト。そして、こっちに、作業台を置いておく。かまどはいらないね。うん。まあ。チャックを置きたいね、ここ。内側向けて。
置かなくていいか。いいね、そこまでジャックしなくていい。パンプキンパンプキンしちゃうから、そうしようと。さあ、というわけで完成でございますね。この階段の横もこうやってなんか置いていきたいとこだけども、置かない方がいいんじゃないかなっていう。あんま置いちゃうとおかしくなっちゃう。いい感じに草が垂れ下がってラピュタが完成したと。まあ足場ができちゃっているんですけどね。最後はよいしょ、あれよし、下からこんな感じでございます。いや、ちょっとあの葉っぱがちょっといやらしいことになっちゃった。うん、いい感じにできたんではないでしょうか。うん、いいね。というわけで、今回も大変長くなってしまい申し訳ございませんでしたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。質問、コメントなどある方、下のコメント欄もしくは ASK.FM までよろしくお願いいたします。以上が大好きトモがお送りいたしました。ただね。